1年生の投げる球じゃない。140キロを超えている。これで3連続三振の球は毎晩受けてたから、打者を相手に本気で投げる球は、でも伸びも桁違い。対するあいつの答えか。バッターアウト。僕の番なんで、誰かに代わってもらえますか。誰か待て、俺が取る。何？どうさん、あんたやめるな。捕手だったんだ。大丈夫か、おっさん。わざとアウトになるのは簡単だ。だけどそれで合格しても五郎君は喜ばない。左手ぶっ壊れても死ぬ。ボール。やるじゃん、元キャッチャー。トシヤとの勝負に集中できるぜ。それでわざとボールにした。その余裕が気に入らないね。振り遅れか。ボールの下だ。当たらない。まっすぐしかないと分かっているのに。行くぜ。押し。ゲームセット。やっぱりこいつは本物だった。まだ納得いきません。俺は納得いかんせん。繰り出したことはない。つが大変なのはこれからだ。あなた方を歓迎する試合ですから、負けを気にせず。あっちが9人で25人もいるんですよ。戦力の差になるってわけじゃないでしょ。特待生チームの攻撃はライト八尾板くん。ストライク、ストライク2。バッターアウト。よっしゃ。アウト。バッターアウト。これが特待生かよ。特待生なんだぞ。ストライク、ストライク2。一球続けて甘いコースのこと舐めてるのか。本気にさせてやる。よっしゃ、抜けた。よし、あんな手抜きの球打ったって。何？このサービスは初回限定なんで、点を取っておいた方がいいっすよ。ストライク。どんどん打ってくださいよ。ストライク2。ストライク。バッターアウト。ああ、ケチなプライドだけは一人前だな。押されたのは初めてだ。サービスタイムね。そりゃ舐められたもんだな。連続。重野に投げさせてやってください。じゃあ奴らを抑えるのは難しい。重野くんをマウンドに上げてください。いやん、たちにはこのままボロボロに負けてもらおう。ではそれが目的なんですもの。いっそ彼に火だるまになってもらいましょうか。あなたたちの明るい未来のためにね。考えてるけど腰抜けじゃありませんよ。この試合100泡くらい吹かせてやろう。足りねえだぜ。ここまでコケにされて黙ってられるかよ。